皆さんお久しぶりです。新入社員の八野亮太です。私は今ミャンマーでフレンチスパーダ企業をやっておりまして、なんと1年目で、店長になることができました。今まだここにこの1号店しかないんですけども、これから2号店を出そうとしています。これからお店の中をちょっと紹介しますのでお楽しみ。これがもう元気なスタッフたちです。スタッフは22人いまして、これだけ多い人数なので、いろんな大変なこともありますけども、皆さんのこのような、笑顔がもう素晴らしく、毎日楽しく働いています。これが、レジの様子です。もうすごく日本風のサービスをしてくれるので、助かっております。やっぱり日本のお店なので、このストローの位置とかにも、こだわっております。これからスタッフがバーガー作りをします。彼女がやっぱりうちの店の中で一番バーガー作りが上手な女の子です。タルタルソースを乗せて、その上にチリソースをかけます。これは東南アジア風の味付けです。その上にスライスオニオン、そして、最後に、レタスを置きまして、これで完成です。おお、すごく美味しそうに、出来上がっていますね。ここでホールスタッフが、お客様のところにお持ちします。でこちらが、店内の様子です。かなり広いお店なので、多くの方が、利用することができます。そしてこの真ん中にあるのが、僕が作ったこのスタッフの笑顔がある写真を集めて、それを、1枚の、ボードにしたものです。こちらが休憩室兼オフィスです。私の母国である日本とマレーシアの、国旗が飾っております。では最後に、私がこのミャンマーで働いた、感想を述べたいと思います。私はミャンマーに来てもあっという間で5ヶ月が経ちました。いろんなことがあって、もう大変なことだったり、楽しいこともありました。やっぱりミャンマーはですね、停電が多かったり、お店ではですね、物が来なかったり、物が壊れたりして大変な思いもしましたし、スタッフとはなかなかうまくコミュニケーションが取れず、文化の違いで衝突したりもしました。それでも日本の日本の何でしょう、日本の習慣ですね、それは押し付けることはできないので、とても苦しい思いを、しております。でもそれでもスタッフがとても元気よく働いてくれますし、みんなすごい笑顔がいいので、私も毎日、楽しく働いております。私は将来、3を初手立つような、海外事業部の、人材となりたいと思います。そして、世界中で、活躍できる人材となりたいと思います。長い動画でしたがありがとうございました。
皆さんこんにちは。ミャンマーユニティ HRD ディビジョンの西脇大輝です。今から私が担当している業務について説明していきたいと思います。ではまずこちらの HRD について説明していきたいと思います。 HRD とはヒューマンリソースデベロップメントの略称です。日本語にしますと人材支援の開発といった意味合いになります。ミャンマーユニティはミャンマーが工業化を果たすための人材を海外引用実習制度を利用し育成していくといった目的をもとに活動しております。海外技能実習制度とは発展途上国の人々が先進国で技術、知識、管理手法を学び帰国後に母国の発展に貢献できる人材の育成を目的としたプログラムです。では次に HRD の主な業務内容について説明していきます。まず1番、日本からのお客様のフォローアップ。こちらは日本から視察に来られたお客様のスケジューリング、アテンドをしていくといった内容になります。次に2番、事前教育。こちらはミャンマーユニティが運営する日本語学校で全ての候補者たちに対し日本語、日本の文化、日本の習慣を教育していくといった業務内容になります。次に3番、適正な人材の選抜。こちらはデマンド、需要に合った人材を全てのうちの生徒から選んで適正な人材の選抜をしていくといった業務になります。次に4番、送り出しの業務。こちらは選ばれた生徒に対して出入国の手続きを代わりに代行して行うという業務になります。次に5番、帰国後のフォローアップ。こちらは3年間の実習で身につけた技術や知識を発揮するためにその実習生一人一人に活躍のステージを提供するといったサービスになります。はい、では次にこの2番の事前教育と3番の適正な人材の選抜の現場を一緒に見ていきましょう。MBIC の富澤です。ではこれから我々 MBI センターのスタッフが働いているオフィスとあとスタッフのご紹介をしていきます。 MBIC の日本語コーディネーターのティリー・ソーさんのご紹介をいたします。こちらがティリー・ソーさんです。では簡単な質問をしていきます。 MBI センターでのお仕事はどうですか？そうですね、毎回違う仕事が出されるので仕事をするたびにいろいろ勉強できて面白いですね。では次に自分の直属のボスにあたるコチョウミントンにインタビューをしてみます。 It's very good. Good environment. I think efficient stuff. コチョウミントンはMBI センターの、そのスタッフの仕事は効率的で素晴らしいというふうにおっしゃっています。以上です。今現在 MBI センターで行っている事業の内容としては会社設立の案内、あとですね市場調査、あとレンタルオフィスの運営ですね、あと今現在ヤンゴン市内のマップを作成してその裏側に広告者を集めるといった広告代理店のような業務なども行っております。以上が現在 MBI センターで行っている業務の概要になります。今現在レンタルオフィスの入居率というのが 30% という現状ですので、その入居率を 100% にしてもっと活気があるようなオフィスにできればなっていうのが今私の目標であり夢であります。
ーバーネットというインターネットゲームです。このように若者たちが平日の昼間からも、ゲームに熱中しております。全部でだいたい70席ぐらいありますが、毎日ほぼ満員になっております。ニューコンネクションのプロモーション会場にやってきました。では早速中に入って見てみましょう。こちらがグリーンパンですね。主にフライパンを使っております。グリーンパンはベルギーから持ってきて、ベルギーのブランドでございます。ジンセン、これは韓国からの、なんて言うんでしょうね、健康食品でございます。でこれが強セラナイフですね。このナイフはセラミックでできておりまして、非常に軽いです。切れ味も抜群でございます。じゃあ試しに切ってみましょう。とっても切れやすい。マーケティングチームのコーザニアンとナニアンにインタビューをしてみたいと思います。はい、はい、ミングラバー。Yes. How's everything? Everything's good. Oh, and how about the sales? Sales was pretty good. Today we have around 600. Really? 600 USD. Oh, okay, very good sales. So many customers, right? Yes. By the way, why is this shop name is Yuko Selection?Because the owner of the shop's name is Yuko, and she chooses some this and that product from different countries, and the shop names become Yuko Selection. アートボックスについて説明します。スタッフの子たちに説明してもらって、私がそれを、ミャンマー語から日本語に訳すので、ぜひ楽しんでください。このクッションが5500チャットです。会社で寝るときなんかに便利ですと言っております。この靴下は2200チャットです。これは子供たち用も大人用も使えるフリーサイズです。はい、ちょっとよくわかりませんでした。外国人がたくさん来ます。韓国人の学校が近くにあるので、韓国人の学生たちもよく来ますね。お店を開いてから、たくさんのお客さんが来て、とても好きだと言ってくれてます。やばい、やばい。ありがとうございます。